皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですねブックブックを撮っていきたいなっていう風に思うんですけど、今日はですね靴まで揃えることはできなかったんですけど、とあるお店の洋服だけで縛りルックブックみたいな感じでやっていきたいと思います。今回その縛りのお店なんですけど、 A&っていう韓国のファッションを主に取り扱ってるお店なんですけど、韓国でもトレンドのものが置いてあったりとか、レディースメンズユニセックスのものもあったりとか、もちろんアパレルもそうだし、ハットとかアクセとかバッグとか、さらにコスメとかもねあったりするお店なんですけど、この前私もね1日店長させていただいたんですよ、そこで。でその時もたくさんの方が会いに来てくださって、たくさんおしゃべりして写真撮ったりとかしたんですけど、エレクトショップとかに近いんですかね、すごくいろんなブランドさんの洋服がバババババってある感じなので、幅広い方が楽しめるんじゃないかなっていう風に思うんですけど、1週間分のルックブックをやっていきたいと思います。月から金までがオンの、まあ、お出かけっぽい感じのコーディネートにして、で土日はオフな感じのスタイルを今回作ってみたので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。ということで月曜日はこんな感じのコーデにしてみました。このトップスがねすごく可愛くて、キャミソールとこのフードがついたすごくショート丈のボレロっぽい感じのもののセットになっております。すごい形が珍しくてね、とっても可愛いんですけど、これがね主役になるかなと思うので、下はシンプルに黒のスラックスを合わせております。で足元はちょっとスニーカーでカジュアルダウンさせてみました。バッグもちょっとこういったきれいめな感じのバッグを持ってるんですけど、あえてここはちょっと女性らしい感じのものをポンと入れてあげるとうまくバランスが取れるかなっていう風に思います。というわけで火曜日です。もう見ての通りオールホワイトな感じのコーディネートにしてみたんですけど、パンツのところにこれタグがついてて、これがね柄が紫なんですよ。なのでちょっとバッグも紫にして、紫を差し色としたオールホワイトコーデにしております。でこのシャツが結構オーバーサイズでゆったりとした感じで、ここにねせっかくタグがあるんですけど、シャツを出してきちゃうと見えないかなっていう風に思ったので、ちょっと片側だけインしてこなれ感とかおしゃれ感も演出しております。胸元のところも全部締めるんじゃなくて、ちょっとこういう感じで開けてあげることで顔もスッキリして見えるので、そこもポイントかなっていう風に思います。ということで水曜日です。まあ水曜日ということなので、見ての通り水色をポイントにしてみました。このコーデすごく気に入ってるんですけど、トップスがちょっとこういう感じのテロテロっとしたミニティなんですけど、袖口がフリフリとなってたりとか、裾のとこもなってたりとかするんですけど、とても女性らしい感じのトップスになっております。なんですけど逆にあえてこういったスウェットパンツを持ってくることで、すごくこうおしゃれさんに見えるっていうか、今季らしい感じのスタイリングできるかなっていう風に思うので、こういうコーデもとてもおすすめです。このシュシュがですねすごく可愛いんですけど、このブルーとちょっと合わせてみました。どうですか、トップスのこの可愛らしい感じともうまくバランスが取れたんじゃないかなと思います。 You don't wanna see me No you don't wanna see me Double tapping pictures on my phone Only way to know to get this close Alone Close the book this is the endHa
はい、ということで木曜日のコーデはこんな感じでございます。あんまり私スカートとかは履かないのでちょっと新鮮な感じかなっていうふうに思うんですけど、できる女風なコーディネートにしてみました。このインナーがとても可愛くて、これとデニムだけでもすごく可愛いんですけど、ちょっと同系色なのでぼやけやすいっちゃぼやけやすいかなっていうふうに思ってこのシャツをレイヤードしてみました。ただこのせっかくの紫が可愛いのでシャツはロールアップしたりとかして紫の部分を少し広めに見せたりとかして、バッグもこういう感じでこの手持ちのところを畳んであげてクラッチ風な感じで持ってあげるとよりスタイリッシュなすごくかっこいい感じの印象になるかなっていう風に思います。デニムのスカートっていうところでちょっとカジュアルらしさもあったりとか、オフィスカジュアル的な感じでこのままお仕事もできちゃうし遊びにも行けちゃうみたいな、なんかそういう感じのコーディネートを組んでみました。はい、ということで金曜日でございます。オンコーデラストなんですけど、一応オンではあるんですけどちょっとゆったりとした印象もあるかなっていう風に思います。今季とっても流行ってるこのスウェットパンツは小物とか他のアイテムでいかにこうダルギっぽく見せないかっていうのが大事かなと思うんですけど、シューズも今回はヒールを合わせているのでそこでより女性らしさだったりとかお出かけ感っていうのを演出しております。この合わせだとスウェットもグレーだし、このトップスもチェックなので白と黒ではあるんですけど締め色が欲しいなっていうことで小物はブラックの小物を合わせております。ということで土曜日のオフコーデです。今回はシューズはなしにしてるんですけど、ポイントはこのパープルのスウェットですかね。胸のところもニコちゃんっぽい感じのマークがあったりとかしてとても可愛いです。大きさもゆったりとしてるのでオフコーデにはバッチリかなと思います。パンツはオンコーデの時に履いてたものなんですけど、ゆったりとしたパンツなのでこういうオフコーデとかでも履きやすいかなっていう風に思います。プッシュがでかいのでちょっとこうリボンっぽいというかすごく可愛らしい印象になりますよね。家にいるとしても可愛らしさが欲しいっていう方とかそういう時にも便利だなと思いました。ということで日曜日ラスト不幸でこんな感じでございます。ラストは私大好きなスウェットで行きたいなって思ってたのでこういう感じのコーデにしてみたんですけど、今はこのロンテーにスウェットパンツでパーカーなんですけど肩掛けしたりとかして海外っぽい感じのスタイルを作ってるんですけど、お家にいたりとかしてもちょっと夜肌寒いなとかなんかそういう時もあると思うので、そういう時はパーカーを上からパッて着たりとかしてもすごく可愛いかなって思います。このね T シャツニコちゃんマークがめちゃくちゃ可愛くて、ここの胸のところと後ろにあるんですけどこれがめちゃくちゃお気に入りです。日曜日なのでねちょっとお家でゆったりということでセットアップ風な感じかなのコーディネートを組んでみました。はい、というわけで今回はこのような感じでですね A ランドのお洋服を使って1週間のルックブックを撮ってみました。いかがでしたでしょうか。今見てもらった通りすごく幅広いジャンルのものが取り揃えてあるので、いろんなコーディネートもね組みやすくなってます。韓国ファッションが好きな方はもちろんそうなんですけど、ストリート系のスタイルが好きとかレディースメンズユニセックスもあるのでなんかカップルでお揃いにしたりとか、あとはなんか韓国で結構最近流行ってるのが女の子同士でメンズの洋服をあえて買ってそれをちょっとゆったりと着るみたいな、そういうのも韓国で実際に流行ってるらしいので女の子同士でお揃いでみたいなのも可愛いかなと思います。概要欄にサイトの URL と今回私が使ったこの商品の URL もバーってまとめておこうと思うので、まあ、気になった方はぜひそちらも見てみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。